自分の顔が映れば。はい。大丈夫そうですか。はい。あ、あと16、5、15。しゃべくり無限大スタート。はい、始まりました。1月14日第10回目のしゃべくり無限大でーす。イエーイ。はいはい、はい、この番組ではいろいろなテーマについてトークをしたり、ゲストをお迎えしてお話をしたりする無限大にしゃべりまくろうという 誰でも参加可能なトーク番組です。はい、はい、パーソナリティの紹介をしたいと思います。では、はい、てつさんよろしくお願いします。はい、最近ちょっと風邪気味でなんかちょっと声がガラガラなんですが、今日はもうちょっともうバリバリ頑張っていきます。てつです、よろしくお願いします。はい、お願いします。イエーイ。はい、続いて私金城玲奈こと金ちゃんです。イエーイイエーイイエーイ最近髪の毛を30センチぐらい切っちゃいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ最近気温が下がり始めて、はい、冷え性の僕には足のつま先が冷えてとても過ごしやすい時期になってきました。だけどもだけどこう見えて冬が大好きなミッチーでーす。イエーイ。あれ、冷え性だったんですか。そうそう、今はちょっと足のつま先がよ痛い。いやいやいや冷え性あるあるですけど。おー、いいんじゃないですか。なんか珍しいですね、男性の方で冷え性って。うん、なんか女性に多いなと思ったんですけど。うん、はい、この番組ではメッセージを募集しております。はい、はい、メールアドレスは797@fmgino1.comまでお待ちしております。イイ。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、またツイッターも連動していますので、たくさんのツイートをお待ちしております。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。そして今回のテーマは健康法、あなたにとっての健康法エピソードをお待ちしております。お待ちしております。待ちしております。健康法ね。健康法、おお、うん、健康法。じゃあちょっと風邪ひいたてつーさんに聞いてみようかな。はい、なんで風邪ひいてるの。なんかね、寝たらなんか自分なんかお腹を冷やしてたみたいで、なんかあの布団かぶらずになんかやっちゃったかなって思って、暑いなと思ったらもう風邪ひいちゃって。子供やし、私もうほんとびっくりした。お腹大丈夫ですか。もう大丈夫です。もう今もう前よりだんだん喉も良くなってるんで、ちょっと、うん、結構ガサガサだけどね。ガサガサですね。もうガサガサですが、もうさっきスタッフさんからも、うん、あのなんか龍角散がいいですよってことで勧められたんで。あ、龍角散はいいですよ。おすすめなんで、うん、後ほどまた買っていきたいなと思います。ぜひ購入してください。で、飴玉ですか。そうそう、飴玉です。ちょっと漢字が難しいやつ。あー、そうそう、はい、うん、あれ美味しいですよね。美味しいですよ。ね、ちょっとなんか大人の味わかる。わかります。いいよね。いいよね。金ちゃんは。金ちゃんは健康法、うん、最近はまだあんまりやってないですけど、去年はヨガやってました。あ、おお、はい、なんだっけ、ホットヨガ。ホットヨガわかりますか。わかんない。あの室内をもう暖かくして、うん、もう湿度も上げて、うん、その中でヨガをするんですけど、はい、なんかもう汗がめっちゃ出て、めっちゃもうなんか、はい、デトックス効果があって、とってもいいですよ。もうすっきりして次の日とかも疲れも取れますし、はい、そんなになんかなんだろう、風邪ひいたりとかしなかったです。はい、変わるんだ。変わりますよ。だ、ね、けどさ、うん、岩盤浴みたいな感じ、また別。あー、うん、岩盤浴はなんかもう寝てるだけじゃないですか、うん、もうヨガ、あったかい中でのきつい体勢とかヨガすると、うん、結構なんだろう、
血行が良くなるのかな、なんかで汗かいてデトックス効果になると冷え性にいいですよ。はっ、やろうヨガやろう。ヨガぜもうぜひやってください。ぜひやってみてください。みちさんは何かあります？僕はね、本当にこれ絶対や嘘だろうみたいな話だけど、何もないし何もしてないけど何も風邪ひかん。へえ、強いんですかね。なんかね、ね、もう本当に風邪で熱出たのは小学校低学年ぐらいじゃないかな。へえ、あのインフルエンザとかはあるけど、はい、風邪はひかない、ね、あ、鼻とか咳とかあるけど、うん、はいはい、パタイしないね。パタイ、パタイパタイって何ですか？もう寝たきりっていうか、あ、はい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 、動けなくなる。へえ、ならないね。すごい、なんかそういう体質になりたいですね。やっぱ早寝早起きかな。あ、お、素晴らしい。素晴らしいです毎日6時に起きるからさ。すごい。で何時に寝るんですか？12時。早寝かな。本当はもっと早く眠りたい。忙しいわけさ。あ、でもちゃんと6時間寝てるから、うんうんうん、いいのかな。6時間、うん、最低でも5時間は眠るようにして。おお、ぜひ寝た方がいいですよね。うん、ね、睡眠は大事です。それはですよ。うん、朝いつも眠いもんね。そうですね、皆さんのなんか健康法もお待ちしているので、お待ちしてます。どしどし応募ください。はい、でここでちょっとメッセージを読みます。はい、かわえいゆきりんさん、おい、はい、てっちゃん、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。お、てっちゃんのファンですね。でしょうです。てっちゃんさん、てっちゃんおめでとう。ありがとうございます。これ AKB ファンさんですよ。 AKB ファンだけどてっちゃんって書かれてるからてっちゃんのファンさん。ありがたい。ありがたいね。ありがたいです。いいな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 。すごい AKB ファンさんもうありがたいですね、本当に。うん、みんな金ちゃんにもメールして、あの2人にもメッセージ送ってね。そうそう、髪切ったから、30センチ切ったってよ。結構切ったってよ。そうそうそう、で髪の毛をサロンの人に提供して、うんうん、なんか実験に使うそうです。へー。おー。そういうのもあるんだね。そういうものがあります。そうなんですか。それはいわゆるん、いわゆる、いわゆる、うん、なんていうの、そういうの、え、何、あ、サロンモデル。イエーイ。うちの相棒サロンモデル。イエーイ、やってます。すごいね。ヤーマン。ヤーマン。もし何かあったら、メッセージで、金ちゃんにサロンモデルさせたいという方、あ、ぜひぜひ。嬉しい。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、もし、そういう方がおりましたら、797@fmginowan.com まで、はい、かっこ金ちゃんって書いてからね。金ちゃんで間違えててっちゃんが言ったら困るからよ。困るよお前。金ちゃんでお願いします。金ちゃんで。そしてこの後はスペシャルゲストをお迎えしますよ。はい、皆さん楽しみにね。はい、すごい方ですよ本日も、うん、すごいですよ。いやーさーさー、あれ、あれ謎のちょんだらから掛け声があったあったという方はミュージックタイム。はい、本日のミュージックはヨナユーさんでこれからも。イヤホンはイヤホンないの？あ、なんで？マジか。イヤホン。天狗さん、あっち声かけてきて。うん、あっちに座るよ。いや、もう遅い。あ、多分 CM もあるんで、一応時間は。それか、テツさんのつけてか、一回どんなのか聞いてみて。テツさん、聞かなくてもいけるんですか？いけるかもしれない。だって、この、こっちの声が聞こえるから。どうぞ。これか、こっちですね。よいしょ、お願いします。お願いします。イヤホンをマイク入ってますよ。
します。リラックスしてくださいよ。後ろに寄せてめっちゃ、伸ばす？めっちゃ、あ、そうです。持ってる持ったよ。あ、どこにしようかな。で、こうすれば映ります。あ、めっちゃ下になった。いいよいいよ、いいね。あ、いい感じ。よっしゃ、こんな感じで映るのね。すごいですね。手振っといて。18人見てます。あ、違うや。2人。なんか今日18人。少ないね。メッセージも来ないし。髪切ったん、失恋したん。あ、そういうわけではないけど。あ、でも、あ、嬉しい、嬉しい。嬉しい30センチ切ったらね。そんなに30秒ですし、CM に入るのが30秒。はい。あと15秒ですね、CM。はい。やってるんだ、ボイス。なんかニックネームとかありますか？じゃあ、ナッキーで。ナッキーさん。ナッキーの名前を伺してほしいですか？ミッチーとキンちゃんです。あ、違う、レイナちゃん、キンちゃん、あ、どっちでもいいです。あ、キンちゃんで、キンちゃんキンちゃんでミッチーですね。ミッチー、ナッキー、ナッキー。じゃあ、なんかアドリブの激するとき、ちょっとなんか、サインくださいね。ちょっと自分頑張るんで。めっちゃ無理だね。やらないです。できないか。あと、大丈夫。30秒。自分を信じて。本番まであと15秒です。あの、ようこそ行ってから行きましょうね。行ってから。ここからはゲストのコーナーです。このコーナーでは毎週素敵なゲストをお迎えしています。今週のゲストはタレントの山本夏樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。イエーイ、ようこそ、しゃべくりへ。お願いします。お願いします。はい、はい、ここでゲストの簡単なプロフィールを紹介したいと思います。はい。山本夏樹さんは1994年の21歳です。琉球大学の2年次に所属しております。ただいま、インプロ沖縄で活動しながらテレビや映像作品に出演中。趣味は俳句と短歌。短歌サークルの幹事を務めております。去年の10月から RBC の沖活に出演中の山本夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、94年の21歳。はい、21歳です。めっちゃ若いですね。すごい若いですね。しかも大学生。しかも龍大。頭いい。頭いいね。ちなみに自分も龍大卒なんですよ。あ、本当ですか？そうなんですか？あれ、そうでしたっけ？どうっていや、もう尊敬する先輩ですね。そのことを聞きに僕は今日生きている。優しいな、つきさん。優しいな。はい、インプロ沖縄で活動しながら、うん、テレビや映像作品出演中。インプロ沖縄ってどういうものですか？インプロっていうのが即興芝居のことなんですけど、でそういう即興芝居、あの台本のないお芝居をする、あの、ま、社会人サークルでもないですけど、一応あのいろいろ芸能事務所に所属している方から普通の素人の方までみんなで集まってお芝居をしていこうっていう団体なんですけど、はい、これ台本なしでぶつけ本番ってことです？そうです。すごい、即興。即興。へえ。今できます？めっちゃ無理じゃないですか。いや、できるだろうな、ナッキーさんは。はい、すごいだろうな。あ、聞きたいな、聞きたいな、聞きたいな。では、ナッキーさんで即興芝居どうぞ。
まさかあの振り方が雑ですね。そうか。雑ですね。そうでしたか。けどもしやってくれたら金ちゃんも乗っかるだろうな。乗っかりたい。乗っかりたい。乗っかりたい。まあじゃあそれはちょっと温めてね。のちのち。のちのち。またこれからいっぱい時間もあるんで。はい。ということはナッキーさんは役者になるんですか。あ、はい、そうです。えすごい、すごいね。大学生しながら役者活動してるっていうことですよね。そうですね。へえー、かっこいい。生まれて初めて女優に会った今俺女優の隣で喋ってる。すごいすごいでしょ。すごい。俺の隣今女優。いいないいでしょいいな、真ん中いいないいでしょ。え、ん、役者というか女優さんということはどういったことになるんですか。ですね、最初流大に入ってから、はい、あ、まあ、入る前からそのそういう女優とかの仕事に興味があったんですけど、それで琉球大学の一度映画研究会の方に入って、はい、でお芝居あの映像作品撮ってるうちにやっぱりやりたいと思って、そのモデル事務所に履歴書を送って、はい、で一応最近までそのレッスン生としてその演技のレッスンを受けさせていただいてて、でそこからそこの演技レッスンの講師の先生がこのシアタースポーツ、このインプロ沖縄の代表の渡辺奈穂さんなんですけど、はい、そういうつながりでこのインプロ沖縄にも顔を出させてもらって、そこからいろいろつながってって感じですね。えけど練習したらアドリブで即興でできるもんなんですか。そうですね、毎週4時間練習して、すごい稽古してるんですけど、福島の方で、はい、すごい。でそこで一応そのシアタースポーツ、違うな、インプロっていうものを確立したキース・ジョンストンって方がいらっしゃるんですけど、うん、そういう方が作った、はい、その、うんうん、なんだろう、形式にのっとっていろいろ訓練して、はい、面白い、即興だけど面白い芝居ができるようにちょっと毎週稽古してます。すごいですね。すごいよね。すごい。稽古って例えば練習法っていうか、練習法ですか。本当に最初は、はい、やっぱり発想の良さが、うん、まあ鍵になってくるので、はい、で最初は本当にもうしりとりとか、例えばあとはもうじゃあ赤といえば、うん、赤といえばリンゴとか、リンゴでそれをリンゴといえば、うん、地球とか、地球、あ、そういう連想をいっぱい回していったりすごい、そうですね、その脳を柔らかくするところからスタートして、うん、本当にあとは、まあ、シーンを作るとしたら、うん、やっぱりお客さんの前に立つのを想定して、はい、まあ、そのインプロ即興芝居っていうのを見たことないですね。ないですね。今日はこれ初めて見ますよ。すね、目の前で。リスナーさんの方もあの、はい、多分見たことないんじゃないかなって思うんですけど、うん、あのまずインプロ、その例えばシアタースポーツだと、はいはい、このお客さんと一緒に舞台を作り上げていくっていうのがまずの目標、この舞台の目的。あ、じゃあ全員楽しもうみたいな感じですかね。会場でみんなが参加者。そうです、なんですね。それで私たち演者がまずお客さんにこの、うん、今日とっても寒いですけど、じゃあ寒いと言って連想するものはって言われて、冷え性でお客さんから帰ってきたら、はい、じゃあ冷え性のシーンをやりたいと思いますって言って、はい、そのままじゃあ次はどういう場所がいいですか。金ちゃんどういった場所がいい。冷え性といえば、冷え性で寒いといえば場所はお風呂場。
はい、はい、ということで、はい、じゃあお風呂場と冷え性っていうのをキーワードを使ってお芝居作っていきましょう。では実際にやってみましょう。やるの？いけます？本当にやるんですか？やってみましょうよ。やるんだ。3人で。はい。はい、行きましょう。はい。はい。はい、じゃあ、キーワード冷え性。冷え性。場所。お風呂場。よーい、スタート。寒いよ、寒いよ。寒いよ。寒いよ。寒いからお風呂入りたいんだけど。脱ぎたくない、寒いから。寒いよ。足の指が痛いよ。痛いよ。もう早くお風呂入りなさいよ。入りたくないよ。どっちなの、あなた。もうそうやって毎日毎日いつも寒い寒いっていうくせにお風呂入らないってどういうこと？ヒンガーオラバーデーム。パパわかんない、何ヒンガーオラバーデームって。汚い子供。ちょっと、でもお風呂入ったら治るんじゃない？うん、綺麗になってから面白くなるし、冷え性も治るしね。あなた冷え性なの？そう、冷え性である。もうじゃあ早くお風呂入ってきなさい。はい、じゃあ入ってこようかね。いってらっしゃい。いってらっしゃい、はい、見てらっしゃい、やってらっしゃい。これフィニッシュがわからないよ。オチがわかどうやって持っているのか難しいですね、結構。うん、でしょう。もう今のだからはお母さんお父さん娘かな。でもすごいですね、お二人。え、すごいですか？そうですか？結構滑ってシワシワで、なんか申し訳なさがもう。で、これをじゃあちなみに何人でやるんですか、この舞台では？チームで、チームは3人、はい、3人ずつ、3人から4人ですね。へえ。このお客さんからパスをもらったシチュエーションを自分で作り上げて。そうです。難しい。声だけなんでね、ちょっとそこが難しいのかな。ああ、そうですね。ラジオだから声だけど、実際舞台では、舞台ではやっぱり大きく、はい、うん、ジェスチャー演じないといけない。そうですね、体、身振り手振り、そして言葉でお客さんを楽しませて自分も楽しむというコンセプトです。そうですね、はい、いいなー、やりたいな、やりたいなー。このね、ライブ情報は CM の後にね、そうですね、ちょっと告知したいと思いますので、はい、聞いてみましょう。はい、はい、そろそろ CM が入りそうなんですけれども、うん、曲を一曲紹介しましょう。紹介したいと思います。では以前ゲストで来ていただいたティダノミユキさんの曲をおかけしたいと思います。ティダノミユキさんでシチューの歌。あんまり。これ上げなくて。すみません。そうですね。やばいと。はい。パスしない方がいいか。難しい。あ、難しいですね。てかお前めっちゃパスしてたのに、冷え性パスを。気が回れば。意外とですね、このじゃあそこどうやってオチに持っていこうかなと思いまして、そこで気が回ればでどっかーって終わろうと思ったら、え、気が回ればって何みたいな。絶対聞いてるやつ、今絶対冷え性って言えるって思ってたのに。まさかの、まさかの。これだから素人は。これ大体何分ぐらいあるんですよ、このテーマと。まあ、もう流れ次第でした。10分もあるし、1、2分もあるってことですか。へぇー、5分やったらお家まで持っていけたね。頑張れば、はい、うん、だんだんぐだぐだっていうのが本当にこれも一つの課題なんですよ。 ね、難しいね。だから、うん、やっぱ稽古積んでても終わりどころが探せなくて、だらだらとかなったり、うん、そう、だらだら過ぎても逆にね、はい、なんかシーンってなっても嫌だしね。早くやり過ぎても今みたいに言っちゃうしね。あとこれですけどね、ここで金ちゃんがこちらになりました、お願いしますって言ったら、この日にちと
会場時間、料金と問い合わせなど。などなど。口はね、シアタースポーツを。3分ぐらいなんですよ。あ、じゃあ大丈夫。シアタースポーツの口をお願いしたいんですけど、まあ、あと、なんか言いたいことみたいなのあります？あ、ちょ、本当に、あと、あと3分は喋るしかないんですけど。今 CM 中です。まだですよ。あ、それは分かります、大丈夫です。その、なんていうんですか、これ以外にもなんか、あ、そうですね、そのおきかつとか、はい、はい、おきかつ、あ、おきかつが、あ、そうですね、うん、の放送時間とか、うん、そうだね。お、あ、じゃあこちらから聞くの、あ、いや、なんもないです。ニーナ、休みっていうの忘れてね。はい、言うの忘れてた。メール来てる。あ、前もだったよね。前もいいことね。いいよ。後で言いましょう。このゲストさん待ってから。あ、こうやってメール来るんですよ。ちょっと今日少ないんですけど、多い時80人ぐらい来るんですよ。ヤッホーミッチーとか。今日はね、そうですね、今からと思います。今からですね。はい、あと1分です。はい、では始まります。おー、シアタースポーツとは何ですか。あと1分あるよ。あと1分あるよ。30秒ですよ。30秒。え、あと1分ですよ。今あと20秒で CM です。あ、今歌ネガです。あ、わかりました。はい、はい、はい、そっか、あと10秒です。アルファウィング兼あと、え、龍大でこっちやりながら、はい、なんかいろいろやりながら勉強間に合うんですよ。間に合ってはないかな。けど、試合終わりました。まだ問題ない感じですか？秀才ですね。すごい。これ黄色で10秒ですか？10秒、そうです。あ、けどあれでしょ、この CM 多分3回目がラストで、あ、なるほど。そのなんか赤くなりますよね。そう、そのできれば20秒前とかに1回一言もらいたいですね。あ、で、あと5秒前ぐらいは声出してるから。あと30秒ですね。はい、うん、寒くないですか？ねえ、死に足みたい。足がよ、本当につま先がよ、本当に冷え性なんですよ。マジで。お前今日めっちゃ足バタバタしよう。足の温度上げようかなと思って。はい、あともう5秒、はい、あと5秒、もう、はい、ティダのみゆきさんでシチューの歌をおかけいたしました。本日のゲストは山本夏樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここで告知タイム。イエーイ。ということで夏樹さん、告知がありましたらよろしくお願いします。はい、1月の24日日曜日、はい、会場が16時からで、開演17時より、シアタースポーツ開催します、はい、はい。会場はですね、はい、北谷町のライブハウスモッツ で料金がですね、大人2500円で、中学生以下が1500円で、ワンドリンク込みとなっております。はい、おお。で、先ほどいろいろ冷え性とか、はい、お風呂場とかタイトルいただいたんですけど、お客さんからこのタイトルをいただいたときに、はい、すごいこれはいいタイトルだっていうのがあったら、うん、ベストタイトル賞っていうのがあって、商品がありますので、すごい、楽しみにしながらいらしていただければと思います。すごいね。これ例えばこのタイトルはどうやって決めるんですか？手を挙げたとか。あ、そうですね、挙手して当てられた方とか。挙手もありますし、はい、私たちが指名、突然指名することもあります。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもうあれですね、このお客さんもドキドキですね。そうですね、すごいですね。これシアタースポーツというものが、
1月24日に開催されるので、はい、ちなみに、ね、シアタースポーツとは、シアタースポーツというのは、はい、即興芝居の一つの舞台のスタイルのことで、はい、なぜスポーツっていうかというと、はい、このシアタースポーツという形式を作った方が、はい、あのプロレスの試合を最初見に行った時に、このプロレスの試合もみんな観客がうわーいけいけとか、あブブブブブブみたいなことをもうみんなやってるんですけど、それを見て、あ、これを舞台に取り入れたいと思って、そのチーム、あの舞台をやるときにチーム戦にして、でお客さんにぜひこうスポーツを観戦するように盛り上がってもらおうっていう、そういう舞台になってます。じゃあそのスポーツの、まあ、熱狂とかなんていうんです、文句とかそういうのも全部含めての演出。あ、そうですね。あ、すごい、すごいね、はい、すごい。でそれを観客の皆さんもこのタイトルを言って、そうです、そしてナッキーさんたちが即興でやると、はい、なんと素晴らしいイベントだ。これは行かずにはいられない、ね、舞台って静かに見るもの。あ、そうだね、イメージそうですよね、うん、あの全然お芝居中でも声を出してもらって、うんうん、あ、え、ちなみにこれなんか例えば笑いとか感動とかもう全部、そうですね、あの流れ的にはやっぱりコメディチックなものが主になってきて、まあみんな笑わせたいって感じになるんですけど、やっぱり即興のお芝居なので、例えばとても怖いシーンだったり、まあ感動するシーンだったり、やっぱりシーンの中でも全然違ってきますね。タイトルも違いますしね、はい、すごい。ワンドリンク制ということですが、はい、飲み食い、あ、飲みながら食べながら自由ということで、はい、飲食物の持ち込み可で、へー、食べながら飲みながら見ていただければ。すごいワイワイできますね。絶対ポップコーン買ういいですね、すごいね、なんか即興っていうのがね、ここでいろいろ決まるね。はい、ね、シアタースポーツ皆様ぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。はい、これナッキさん、ナッキさんがですね、はいはい、去年の10月から、はいはい、RBC さんのおきかつに出演してるんですけれども、うん、はい、おきかつ見たことありますか。おきかつなんだろうね、うん、知ってますよ、ちょっとそういうのに疎いもんで、できれば僕やこのリスナーさんやラジオを聞いてる皆様にどうかご指導の方熱い熱い熱いですね。はい、ですね、おきかつは地域活性化番組で、うん、あの沖縄県の企業さんとか、うん、商店とかにお邪魔して、はい、でお手伝いをさせてもらって、そのお店の、はい、なんていうの、PR を、はい、うん、させてもらうっていう番組なんですけど、それリポーターみたいな形で、あのお店にさお邪魔させてもらって、うん、で、あ、出演じゃない、放送時間は、うん、はい、金曜日の、はい、深夜1時半、あ、15分です。へえ、うん、そういえばうちの会社にも来てたわ。あ、そうなんですか。そう、はい、え、本当本当か、営業さんが来てたわ、やりませんか言うてのわしんとこへのいいよ、はいって言ってやったわなんかその顔で言われるとへえ、なんかナッキーさんこの多忙ですね。すごいですよね。流大に通いつつ、週に4時間このレッスンを受けつつ、RBC のおきかつさんに出演しつつ、はい、そして俳句、はい、短歌、はい、しかもサークルの漢字を務める僕には真似できないでは一句よろしくお願いします。冬ぬくし、はい、ラジオの音の楽しかり。おー、おー、かっこいい、かっこいいです、うん、
金ちゃん負けるな、いけ。そこで一句、はい、髪を切った30センチ、はい、失恋じゃないよ。自由律俳句ですかね。俳句ですね。いい句ですね。はい。あれ、字余りしてたかな。字余りしてたね。もうあれ難しい。じゃあ、ここで一句。ここは一句。はい。いっちゃおうかな。どうぞ。じゃあ、やっぱこんなして、冬の何々みたいなのはよりは、即興でいくから、ヤナッキーさん、パスをくれ。即興。即興俳句、いきます。じゃあ、じゃあ、笑い。笑い。笑い取り、みんなの顔が幸となる。すごいすごい。今日なんか、調子いいですか。どうちょっと今、どこでした。つま先あったかくなってきた。あれ、あれ、あの隠れた才能が見つかっちゃう。開花しちゃった。え、俺これサークルって社会人入れますかね。全然 OK ですよ。どうしよう。じゃあぜひ知り合いの天川さんとお伺いします。よろしくお願いします。今日本当にこんな多忙で学弁勉学の方はどうですか。勉学の方は一応私法律を専攻してまして、へぇー、おぉ、素晴らしい。まあですね、民法とかやってますね、いっぱい。すごい。一日に勉強します、このがっつり。ちょっとちょっとちょっと、ここはそのちょっとはこの時間的に言えば時間的にちょっと、30分ぐらいかな。俺の方がしとるわ。授業は、授業は真面目に受けてます。あ、そっか。そうだね、授業がもうがっつりの勉強に入っちゃうからね。すごいですね、こんなに、うん、すごい活動されてて。すごいね。え、じゃあ、うん、こんなに活動してて目指す場所を弁護士ですか。いや、まあ、そこは今からですね。今探り探りですね。そうですね。まあ別に勉強したからといっていい道があるわけではないですか。そうですね。でも役者は本当に続けていきたいなと思って、ね。いや、いいと思います。どうやったらそのうまくこの人生と両立できるかなみたいな。それは簡単。でも、はい。好きなことをやる。おお、深い。深いね。好きなことをやる。それ深い。深い。うん、まあこう見えて、うん、自分も21歳なんで。本当かな。本当だよ。すごい。あの放送 初回目はターチだったのに。そう、最初2歳だったので結構成長したね。成長したね。いいだろう。記念すべき10回目21歳。おめでとうございます。隣に同級生がこんなにも活躍されてるとなると僕も負けてらんねえ。でもこんなに忙しいと休みの日ってない、ね、ないですよね。そうですね。なんかどう過ごしてるんですか。もうほとんど休みないですね。あー、やっぱりないんですね。もう空いてる時間もずっとそういう俳句だったり、うん、演劇だったりのことをずっと考えながらって感じですね。あとはバイトをしてます、他の時間は。あ、バイトもされてて。はい。もう感心するわ。感心するわ。本当に。バイトもして大学にも通って、はい、サークルもして、はい、趣味にも没頭し、はい、演劇も週に4時間習いつつ、はい、ラジオも出る、はい、そしてこちらにも遊びに来ていただける、はい、なんというこの一句締めてもらおうではないか。最後にではナッキさんの一言で締めたいと思います。では今日という一句をどうぞ。はい、人生の真ん中にいて春を待つ。おお、さすがー、座布団一枚。座布団一枚。ありがとうございます。はい、夏木さん今日はゲストに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。これからもね頑張ってください、はい、またこちらにも遊びに来てくださいね。はい、はい、では最後に
この曲をおかけしたいと思います。はい、リッキー G さんで Life is Wonderful。はい、じゃあうちのボスがお送りしていただけるということで、お送り、見送りを、みんなことさえが言ってないし、しない、私はしません。ではじゃあ15分ほど外で、はい、お待ちください。お待ちください。お前ちょっと俳句上手かったな。上手かった。みんな一瞬なんか反応に困っただろ、うん、そしてレナやばかった。なんかだってだっけ、ごめん覚えてないけど、幸あれ的なこと言ってた。はい、お待ちください。でシーンって、俺滑ったかなと思ってたら、いいね。は、あの、なんていうの、マジこいつ分かってない、滑れみたいな。へぇ、今日また新しい人がね、2人ぐらい、ね、あ、しかも、沖縄のヒート、あ、沖縄じゃない、大阪のヒート。じゃあ、まずあれだね、このニーナー行って、この失恋のことを答えて、の、はい、次からあれかもね、曲入る前にコメント、終わったら読んできます、的なこと言ったら待ってくれるかもね。あ、そうですね。なんて あれ、あ、ニーナさんじゃないですか。望めてます、ね、ニーナさんやし、ね、じゃあこれ最後。あ、だってね、この休みですかみたいな言ってからが、そうだね、うん、あ、そうですね。あ、休みですかって、あ、違う、自分のから言います。そうだね、その早めのうちだからね。髪の毛、短く、銀ちゃん。リスナーさんに定義、笑わせて多いよな。あの、面白いことしてって書いてる。面白いことして。待って、銀AKB ファンさんから。やば、DJ。いい、この髪、こんなして。あ、いい。でも、今朝映ってますよ。こっち映ってる。いや、ユーストリームのみ。ほら、ツイキャス映ってない。ツイキャス2人。これツイキャス。T シャツの顔の中の顔が顔が顔がされました。じゃあ、見せてみよう。これ、友人の長い人だからさ。俺がさ、こんなしてからよ。え、見えます。あれ撮り直したら、映ってる映ってる、映ってる。これ広告代もらおうね。名前何やった、誰がですか、ミッチーさんですか。名前何やったえ、これ声は入ってるんですよね。あ、そうなの。あ、入れてる。一つ一つ入ってます。あ、そうなの。ミッチーさんですよ。中秀だよ。中秀です。ツイキャスも聞こえるんだよ。サービスありがとうございます。もうね、じゃんじゃんこういうのをね。じゃああれだね、今からもうこれだね。そうですね。これだね。こうしよう。全然なんだっけ、テーマに沿ってない感じ。ね、いいよね。いや、これがしゃべくりだからさ。ああ面白い。あと1分。あと1分。あと1分ですね。ニーナ友達も今見ている。Life.It's wonderful! 長いじゃん、ね、また来てる。どんなやつかな、あいつ。長秀のモノマネ。長秀のモノマネして。あ、そうそう、今やってたよ。今やってた。じゃあ、ミッチヒーってやるかも。こんばんは。動き早すぎて残像みたいになってる。早っ、冷え性治ってきた。今ですか。そろそろ終わっちゃう。曲が回ってるから10秒前。はい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 。この CM 中にたーくさんのメッセージが来ております。ヒエイ。じゃあもう一つずつちょっと遅くなりましたが、メッセージを読んでいきたいと思います。ではじゃあこれはあえて自分が言いましょうね。川栄ゆっきりんさんから。これは金ちゃんですね。髪切ったん、失礼したん、どうなん、かわいいって言ってくれてる。ありがとうございます。はい。
全然失恋じゃないです、うん、なんなんあのサロンモデルというものをやりまして、うん、バッサリ切っちゃいました。30センチなんだっけ、10あ5歳ぶりにこの長さになりました。へあのバリカンしましたよ後ろ。バリカン本当だ。皆さん見えないと思いますけど、金ちゃんの行動バリカン入ってます。イエイ。イエイ。ロックだぜベビー。イエイ。はい、じゃあ次いきますよ。いつものケインさんです。あ、ありがとうございます。はい。どうもグッドエブニンってあリリニーナさんお休みですか？あ、はい、そうなんですよ、ね、皆さん気づきました。やっぱり気づきますよね。気づきますよね。みんな僕の顔ばっかり見て気づかないとかなしですよ。そう、今日ニーナさんねちょっとね別の仕事でね、うん、来れなかったんですけど、うん、ニーナファンの皆さん、ニーナファンの皆さん申し訳ありません。申し訳ありません。はい。はい、ではミッチーファンいきます。ミッチーファン、ヒーさんからですね。はい、こんばんは。真ん中の方白いですね。いや、これは違うな。真ん中の方、面白いですね。いや、白いですね、ですね。白いですね、ですか。白い。大阪のひーと申します。よろしく。ひーさんです。ひーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪から。すごい、大阪。沖縄の、宜野湾の番組ですよ、ひーさん。FM 宜野湾です。宜野湾ですよ。噂をすれば、ニーナさんから、沖縄のニーナさんから投稿が来ております。はい、今生放送を見てます。みんな頑張ってね。真ん中の方面白いよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ニーナさんありがとうございます。真ん中の方面白いよは書いてない。本当？ちょっとミーランサーだ。待って、かわいいさんから。ゆきりんさんから。はい。うん、短く髪の銀ちゃん、かわいいな。ですよ。ありがとうございます。銀ちゃん、かわいいね。銀ちゃんです。金ちゃんですよ。金ちゃんですよ。金さん、銀さんみたいな。そうだね。今日ね、いっぱいメッセージ来て。すごい。あ、美白、あね。また、なんと。金さんから、美白って言葉そのままですね。そのままですね。そのままですね。いや、これは違うな。B じゃないな。なんか思って書いてあるね。はーい。照れる。照れる。照れる。金ちゃん可愛いっていっぱい来てる。金ちゃん吠えたわって。やったー、ありがとう、ありがとうございます。なんでか？なんでか？なんでかの？金ちゃん一応髪短い方がいいね。は、うん、やったー。一応こんな感じ。おー、かわいい。かわいい。あの、30センチ切った髪を提供しました。さっきも言っちゃったけど、うん、お店に提供しました。ヒーさんがボーイッシュですねって。そうなんですよ、ちょっと男の子みたいになっちゃって。生きてる、イエーイ。ヤーマン、ヤーマン、ヤーマン。あれ、ゆきりんさんもあれなんですね、県外のことなんですね。 AKB ファンさんね。兵庫県からよろしくやで。すごい、兵庫県から沖縄、大阪市から。すごい、結構有名ですよ、AKB ファンさん。FM ギノワンのしゃべくり有名ですね。すごいですね。沖縄ニーナさんからも来てますね。ミッチーはチョンダラのメイクが一番似合ってると思います。僕も思います。今日はー初心に帰ろうと思いまして。じゃあここで一句。はい、どうぞ。待って待って、ちょっとさ、ちょっと即興すぎてしゃべりすぎたけど。じゃあ、初心について解きます。その心は何にでも初心。でもベタ。あれあれ、さっきラッキーさんが隣にいた。なんでかできたんだけど。ラッキーさんパワーでしたね。うん、隣に女優がいたらできる。よーっぽん。ヒーさんですね。ヒーさんありがとうございました。もうすごいね、みんな今日結構来てるね。ちなみにですけど、はい、今週か今日のテーマが健康法ですね。そうですね、はい、リスナーの皆さん、ぜひぜひ健康法についての投稿お願いします。お願いします。金ちゃんとみっちーが面白い可愛いのは分かったから。健康法どうぞ。どうぞ振ります。って言われてもね。
健康法ですね、うんうん、なんか何ですかね、障害とかいいって聞きますけど、ね、あ、そうなの、いい、ね、筋力症がね、うん、筋力症が生姜の中の筋時っていうブランド、へえ、知らんの、わかんないですね、美味しいですか、うん、分からん美味しければ食べる、後から飲んでみて、飲んでみます、はい、また来てるね、AKB ファンさんから、へえ、本当ですか、ツイキャス来てます、あ、本当だ、はい、かわえゆきりんさんから、はい、てっちゃんツイキャスには見えんけど頑張ってや頑張ってるよ、優しい優しいね、AKB ファンさんはてっちゃんのファンだわけよ、ありがたいですありがたいね、うん、AKB フィーチャリングてっちゃんファン、てっちゃんファン、そうです、ではここで一曲、てっちゃんどうぞI want you to、やば、やば、いいじゃないですか、いい、非常にいい、今ちょっと心の声が出ちゃったすごい、いいなっていう感じですね、初々しい、いいですね、うん、そうそうそう、I want you ね、I want you ってどういう意味だっけ、私はあなたが欲しいわー、さすが英語の得意なてっちゃんさん、そうだ、ね、すごいよ、みんな、てっちゃんさ、はい、英語喋れるわけ、そうなんですよ、はい、聞いてみるいいです、いいんですか、これは、じゃあ、I want you を加えてどうぞ、 I want you って My name is 哲也通箱 And I'm from 西原 town And my favorite food is 沖縄 food Oh yeah はい、ではひーさんからメッセージが来ております健康法っすか、自分は草野球人なんで見せ場をいっぱい作りたいことにワクワクすることです、あ、そうだね、スポーツやってる人は、うん、見せ場大事、大事っていうかね、このなんていうかな、スポーツやってる、金ちゃん、スポーツやってないんですよ、なんかさ、うん、例えば草野球、ちょっと自分も野球のことは分からないんですけど、はい、多分ファインプレーとか、あー、スーパープレーした時やっぱ自分でも、あ、今の俺いけてるみたいな、うん、それで健康なんかモチベーション上がって、うん、なんかイエーイやったぜみたいな、ね、うん、それですごい健康法なんだろうね、かっこいいですね、かっこいい、よっしゃスポーツやろう、マジよっしゃやろう、何やろうかな、じゃあちなみに金ちゃんモデルやってたら、あ、今のここいいみたいなのある、あー、なんかカメラも、うん、カメラで撮ってもらって、うん、で絶対このデータ確認するんですけど自分で、うんうん、ああこんな感じか、でもこういうことしたらもっといいだろうなと思って、次またワンカット撮るときにやってみたいな、このサイクルしてるときがなんか生きがいです、あ、わかる、わかる、難しいけどわかります、わかる、俺も経験してる俺もそうだね、自分もこう見えてモデルなんで、おお、ほんまやほんまやもうちょっとさ、もうさあのさ、もう早いけどさ終わっちゃうわけよ、早い、もうさ、だから一言言っていい、ね、うん、いいよ、来週のテーマは新年会あるあるですよ皆さん来週もお願いします、お願いします、はい、新年会あるある、どしどしぼあおお待ちしております、お待ちしておりますすいませんはい、じゃあこれで、あ、それでは最後の曲ですね、はい、カーリー・レイ・ジェプセンで Call Me Baby、 お相手はテツとレイナとミッチでした、また来週お会いしましょう、さようなら。テツさんもこれツイキャスにラジオ、今ツイキャスに聞こえます、聞こえます、ツイキャスの皆さん、皆様、ちょっと読みましょうね、はい、ひーさん、さっき自分が言ったことに関して、そうそう、それですね、ちなみに大阪の一郎って検索で YouTube に動画上げてるんです、わお、すごい、大阪の一郎、すごいない、大阪の一郎、一郎ナンボ、あ、なんすけ一郎ですね、そう、だだ一番ナンボワンあれなんだっけこれできない、ツイキャスにケインさん、はい、そっか、新年会の時期なのね、そうなんですよね、お疲れ様でした、ありがとうございます、ケインさんいつもありがとうございます、いつもいつもありがとうございます、ヒーさんも AKB ファンさんも
ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でしたって。お疲れ様でした。またね。ひいさん、来週もお願いしますね。その歌が来ると。あ、一郎ってだって。てててナンバーフェイティバーイ。スターイエーイそんな系だったよね。そんな感じっす。あ、早いね。早いね。ではでは。あ、すごい、36分来てる。ありがとうございます。あ、待って、メッセージ見て。あれ？メールも来てた。メールも来てます。嘘。あの花子さんから。花子さん。みんなさん、みっち、きんちゃん、てっちゃん師匠、そんにですね、風邪ひかないよ、頑張ってください、後で大丈夫来ますね。花子さん。わあ。です。ミスったね。ミスりました。大丈夫ですか？よし。